始まりました。新作おすすめランキング、映画評論家の森直と申します。そして映画ジャーナリスト上甲信です。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、拍手。はい、無事開催されました、はい、第37回になります。37回、はい、その週劇場公開のある新作の中から、我々助さんと僕が両方鑑賞済みの作品に絞って独断の合規制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不遜な企画でございます。今回は5月14日15日の週の劇場公開作品の中からベスト3を選出することでよろしいですか。はい、はい。まあね、まだ緊急事態宣言下ではあり、まあ、案の定延長して、はい、そうですね。しかも指定地域も拡大しているという。拡大してます。まあ、しきりゆるゆるのゆるゆるですね。まあ、恐ろしい現状になっているわけですが、さすがに映画関係者も黙っちゃいないぞ感が出てきたみたいで、そうですね、はい、動き出してされてますよね、はい、いろいろね。うん、まあ、感染対策は万全しつつやっぱ映画はやりますよっていう方向に進んでいる気がいたします。だから今回通常通り、特にお勧めしたい3作を、はい、まあ、順位付きでいつものようにご紹介できるという運びになりまして、はい、よかったです。そうですね、うん、思ったよりみんな延期してないなっていう、なんか全然言うこと聞いてないぞという。そうですね、はい、いや、そりゃそうですよ。その、はい、言うね、まあ、いろんなとこで言われてますが、うん、そのね、仕切りがカチッとしてたらこっちも納得して動きますが、おかしいですから。おかしすぎて笑っちゃいましたね。そうなんですよ。それだったらね、うん、まあ、保証も何もないわけですから、うん、こっちがね、途中に反対に行った映画関係者の方が本当にかわいそうなと思いまして、うん、行っても多分ないですよ、反応。いや、本当そうなんだ。はいはい、こちらはちゃんと、はいはい、みたいなって、はいはい、真面目に対応してるんですけど、そっちははいはいで終わりっていうのはなっているので。そうですよね、うん、まあ、もどかしくもありますが、まあ、やれることやっていきましょうということで、はい、まあ、ちょっと14日15日公開っていうふうに言いましたけど、ちょっと先んじて松井大吾監督の是枝裕和、そうですね、12日かからですよね、はい、絶賛公開中なわけですが、これは活弁のオンラインで、はい、やる予定でございます、はい、もうすぐ撮る予定です。これはもう嬉しいですよね。そうですね、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、そして、まあ、今回のベスト3なんですが、なんかすごい強力な、いや、強力です、めちゃくちゃ強力な3本が揃いまして、はい、でその強力な3本を異常な順位付けを異常な順位をつけましたね、はい、異常な順位です。3票呼びそうな順位をつけましたが、まあ、我々の見解ということなのでご容赦いただき、うち らしいランキングか、めちゃめちゃらしい自分らで言うのもなんですけどね、はい、まあ、うちしかないような順位になってますので、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今週の第3位、ファーザーでございます。まあ、いきなり問題の順位が、問題の順位が、はい、1位だと思う方が多い、1位ですけどね、はい、普通に言うと、はいはい、先日の、まあ、第93回アカデミー賞で、主演男優賞と脚色賞の2冠を獲得、主演はサー・アンソニー・ホプキンス先生で、はい、彼が、まあ、83歳にしていても集大成ということですね。共演にオリビア・コールマンさん、舞台劇が原作でして、日本でも2019年に橋爪功さん、若村真由美さんの出演で上演され、まあ、これも大変話題になりましたよね。その原作者である、まあ、劇作家のフロリアン・ゼレールさん、まあ、フランスの方ですが、うん、1979年生まれなので、まあ、この題材にしてはまだ若い、はい、ね、40歳でね、はい、で映画版も、彼が監督されまして、これが映画監督デビュー作となります。まあ、まさに大変不遜なという言葉にふさわしい、うちの失礼シリーズですけども、失礼オスカー受賞作に今週の3位という、はい、バチ当たりなあれですけど、うん、まあ、ジョさん、これはどうご覧になりましたか。そうですね、まあ、一つはやっぱりもう言う必要もないんですけど、皆さんがもう絶賛の絶賛の中の絶賛で、はい、アンソニー・ホプキンス先生はもう神に近い演技を、もう本当にもう拝みたくなるほど素晴らしいです、はい、そうですね、文句なしです。うん、だからあえて今回やっぱりアカデミー賞 の主演男優賞発表された時に、うん、みんな当たり前だと思った結果と違いアンソニー・ホプキンスさんに行った時に、はいはい、チャドウィック・ボーズマンさんだとなって感じになってるんですよね。まあ、ね、受賞する必要ないみたいな感じの神に入っての領域に入ってるから、確かに、はい、そうそう、割とちょっと殿堂入り感もあったので、要はまあタイミングってことですね。そうですね、このファーザーっていう作品が、まあ、彼のキャリアにとってやっぱり、はい、まあ、さっき集大成という言葉をちょっと言いましたけども、はい、まあ、このタイミングだったら、まあ、それ言うなら、まあ、チャドウィック・ボーズマンもそのね、そうですね、はい、タイミング勝負っていう感じではあったと思うんですが、はい、まあ、アカデミー賞に関してはああいう結果になった。そうですね、まあ、でも納得の、作品に関してはやっぱり、うん、
私の母の友達のお母さんなんですけど、うん、はい、それもアルツハイマー病になっているので、いろいろお話は聞いたりをしているんですけど、今回はやっぱりすごくうまいところだと思うのは、はい、作品全体は時間と空間をあえてめちゃくちゃにして、うん、アルツハイマーの世界を、ね、うん、なんか本当に、まあ、色の使い方とか微妙の違いって、うん、アルツハイマーの世界を、うん、まあ、表現できたっていうか、うん、でホラー映画みたいな撮り方でもありますし、うん、確かに、アルツハイマー病イコールホラーっていう、うん、まあ、多分全ての人にとっても同じなんですけど、こうなったらどうなるかっていうホラー的な、ね、うん、怖さですね、体感的な怖さっていうか、ね、やっぱり、うん、その辺はすごくうまかったんですね、うん、はい、森さんはいかがですか。なんで3位なの。全然そのけらすところが見つからないんだけど、はい、うん、いや、そんないいことですね、はい、はい、いや、だからもうジョさんおっしゃる通り、はい、これある種完璧なんですよ ね、 そうですね、完璧なんですけど、僕この映画版見てるだけで、うん、これは本当その演劇舞台劇としてのクオリティ、強度や精度がもう、めちゃくちゃ端正に出来上がってるなというふうに思ったんですよ、はい、だからさ、それだけに、まあ、そのなんだろう、まあ、あえて言うならですけども、そのなんか映画の味みたいなものっていうのは、はい、まあ、あんま感じない。そうですよ、そこなんですね、3位だからね。そうなんだ。まあ、映画の味って何かというと、うん、まあ、例えばその監督さんがいて、役者さんがいて、技術面のスタッフさんがいて、はい、まあ、各々ね、仕事の緊張感とこう有機的な絡まりによって、まあ、現場でその、一回性の瞬間が正義するとか、まあ、そういうカメラを回すことで初めて立ち上がってくるダイナミズムみたいなものとは、うん、発想が違うから、作りが、うんうん、そういうとことは全然違う発想で、もう作ってる。だからそのホラー映画的ではあるんだけども、うん、あるいはミステリー映画的でもあるんだけども、そうですね、でも設計で言うと、やっぱり芝居の設計がまず完璧に出来上がった、芝居の設計がまずガチッとあって、芝居からのホラーですね。そうなんですね、はいはい、芝居、完全芝居ありきで、はい、そのジョさんがおっしゃったそのある種の、主観による、現実と幻想のコンダクトとか迷宮構造みたいなものも、はい、芝居で作ってるんですね。で、うん、で芝居画の要素っていうのはその設計をまあ邪魔しないようにとか壊さないように組み込んでいってるわけで、まあ、それが完璧に出来上がってるから何が悪いねんって話。芝居が主役になって演出は脇役になっている感じですね。まあ、本当その通りですね、はい、でそういうふうにしてるわけなんで、はい、別にそこで映画の味がとか言ってるのはね、少数派なんですけども、うん、だから例えばその演劇舞台劇の醍醐味を映像作品に移行させてパッケージングして、その濃度を落とさずに味わえるという意味ではやっぱり非常に優れた作品だという。それはすごいですね、うん、やっぱり役者さんみんな素晴らしすぎて、うん、そういう方がいるからこそこうできたっていう感じもありますね。だから逆に言うと芝居の設計がなかったらこの映画って成立できないわけよね。でそれはそのやっぱり劇作家の原作者の方がそのまま映画も監督やってるっていうところとすごくつながってる。そうですね、うん、はい、このやり方だからできるっていうところはあったんじゃない多分、はい、うん、でそのまあサー・アンソニー・ホプキンスさんは、まあね、さっきジョーさんがおっしゃったように認知症を患っている主人公なんですけど、うん、まあ、彼の世界の見え方というか、はい、まあ、現実把握の混濁をこっちにも体感させる、疑似体験させる凄みがあって、うん、まあ、一方でね、そのオリビア・コールマンさん演じる側の役柄にこう固くすると、はい、吉弘正道さんはね、まあ、アカデミー賞の、そうですね、はい、時のファーザー推しだった、はい、ノーマドランドよりもファーザーっていう、はい、推しで、まあ、やっぱ介護の経験があるとすごく迫るものがあるっておっしゃられてましたので、 うん、うん、でね、ちょっと思ったのはなんかその、なかなか説明しがたいんですけど、この映画あるいはその演劇の映像作品っていうそのニュアンスの違い、例えば、うん、トム・ハーディ主演ジョシュ・トランク監督のカポネってあったでしょ、内容似てるんですよね、老いの境地というかその晩年の主人公 の、 その幻覚妄想と現実が主観的に混濁していく構造 で、はい、でこっちは、まあ、変な映画で、はい、まあ、賛否分かれるというかどっちかというと非が多いような世間は、うん、もう非が多いですところがそのこの新作ランキングでは同じく3位に、3位です、ね、はい、したんですよね、うん、でこの心はというところにつながってくるんですけども、あっちはまあ濃いメイクアップとかもたっぷり、はい、
ぷりしてるし、うん、映像もこってりしてるし、まあ、かなり不格好な映画ではあるんですけども、はい、やっぱりそのあれかな、やっぱ映画言語ってとこかな。そうですね、うん、はい、やっぱ映画言語でカオスの迷宮を語ろうとしてる意図ははっきり見えたからなってことかな、うんうん、あっちはかなり映画的な感じですね、うんうん、なんかそのなぜかっていうと、その芝居だけでは成り立たない世界ってことで、ね、はい、逆転させているのね、うん、他のいろんな要素が組み合わさって、他の要素がサポートしてから全体的な感じで、そうなんですよね、できました、うん、やっぱ組み方が違うってことよね、はい、うん、ただ変な映画に、ね、なってんだけど、トムハーディのスター映画にもなっています。あ、そうね、はい、でもうまくはいってないみたいな、そうそう、うん、やっぱり今回のそのうまくいってないやっぱファーザーの方で、はい、うん、あのまあ、ほとんどの方軍配をこちらに上げるだろう。ただ、比べたら面白い。カポレの方が好きという少数派も、まあ、いるかもしれない、はい、でまあ、いろんな意見があるから、まあね、映画も世界も面白いと言いますか、それはもちろんそうですよ ね、はいはい、ということがありますので、ちょっと比較して、はい、もう見れるよね、カポネってどうだろう、配信出てるかな、まだかな、まあ配信まだ出ていない、まだ出てない、でも最近早くなってきましたね、そうそうそう、はいはい、だから気がついたら出てたりするんで、ね、そうそう、まあ、有料配信、あの何百円払ったら見れるっていうパターン で、ね、見放題でではなく、うん、なくてね、はいはい、いろんなパターンがレイヤーがそれもできてきて、ね、はい、あ、これだったらもう見れるのかみたいなのありますもん、うん、今かなりやっぱりそうした方がいいとずっと話もしていますね、そうです、はいはい、うん、あのやっぱ、まあ、色コロナの状況もありますし、うん、あと作品数も多いから、そうそうそう、はいはい、だからまあその劇場公開というところとのそのね、あの期日間をどう合わせていくかということで、これまで時期を探ってたと思うんですけども、はい、まあ、個人個人のバランスをちゃんとうまく調整して、うん、劇場で見れるものは劇場で見て、そうそうそう、あの他に見たいものって劇場で見れないなら、あのまあ配信で見るっていう、ね、ちょっとまあその値段設定も含め選択肢がまあ今そうですね、あのもしかしたら実はいい具合に増えてきたのかもしれないということなので、まあ、ぜひあの皆さん見ると思いますが、ぜひご覧いただきたいなと思います。はい、はい、こんなもんですかね、はいはい、では続いて、今週の第2位でございます、はい、ドイツ映画、グンダーマン、優しく裏切り者の歌です。はい、東ドイツシリーズ、東ドイツシリーズシリーズってほどまだやってないけど、ちょっと立ち上がりつつある東ドイツ、あともう何本書いてますよねそうそう、はい、はい、ちょっと内容説明しますと、はい、まあ、東ドイツのボブ・ディランと呼ばれた実在のシンガーソングライター、はい、うん、ゲアハルト・グンダーマンのリアルストーリーを描く映画でございます、はい、まあ、電気物の実録ドラマであり音楽映画でもあるという感じですよね、はい、でグンダーマンを演じるのはアレクサンダー・シェーさん、劇中で演奏されるグンダーマンの曲はこのシェーヤさんがね、全て自らカバーされているということで、はい、もう見たままはすごかったですよね、はい、2019年のドイツ映画賞では最優秀賞6部門受賞に輝きました。そうですね、うん、で本国で大ヒットを、ね、記録したということで、はい、人気作でございます。これはジョさんどうご覧になりましたか。しかもね、ドイツのアカデミー賞あのどの作品を破ったと思いますか。何ですかこれは。ある画家の、あ、じゃあかなりすごいよね、はい、ある画家のか、はい、すごいな、はい、うん、両方いいもんね。両方いいんですけど、こっちの方がやっぱりドイツで評価されて、あ、これでも比べたら面白いな、はい、で両方ともさ分かりやすいもん、分かりやすいんです、うん、だから国内映画賞ですごく席巻しそう、はい、ドイツの方はさらにいろいろ考える内容ですよね、すね、この日本は。だから両方国民映画みたいなのがちょっとあるのかな、ね、はい、あのやっぱりこの作品ちょっとあの海外のサイトを調べたら、はい、あのアレクサンダー・シェアさんも実は、うん、あのドイツ国内ではなくて、あのその年末 の、 あのヨーロッパ映画祭、うん、まあ、毎年あるんじゃないですか、うん、あのそういう各映画祭で受賞作が集まったいう映画祭もあの主演男優賞のノミネートを訪問されましたけど、あの最終的にはあのアンドニオあのバンダラスに負けたんですけど、それでもやっぱりかなり評価されている、すごいですね、でもかなりいいとこまでいいとこまで行ってるっていうので、あのまあまさに森さんがおっしゃったように、うちのあの何々シリーズに次ぎ第2の東ドイツシリーズが、そう、何々シリーズとソ連シリーズ、それだからソ連シリーズで言えばさ、あのレトってあったじゃん、はい、あの新作コスメランキングではない 4回ぐらいかな、4回目ぐらいです、4回目ぐらいですよね、はい、2位にしたやつで、あれはまああの1980年代前半の旧ソ連時代、まああのブレジネフ時代の末期でしたかね、はい、あのレニングラードのロックシーンを描くもので、うん、あのビクトル・ツォイさんか、はい、あの彼の、
実話を元にした映画化があって、はい、まあ、まずそれはちょっとそこからです ね思い出、レッドってあったなと、はい、ね、近いうちに、はい、うん、っていう話を戻りますけど、うん、やっぱりあのこれあのまず電気映画としてかなりやっぱりあの明確に描き方も、うん、まあ、割とオーソドックス的な感じ で、ね、まあ、ドラマ性もありますし、はい、あと、まあ、2つの時代からあの、ね、人を描くっていう話も明確にこの人の複雑さが、はい、描かれている。2つの時代というと、もちろんそのベルリンの壁の崩壊を挟ん で、あの前とは後、ね、後です、ね、これ も、はい、もうまさにな東ドイツ映画の一つ の、ね、まあ、あの黄金パターンということになるかもしれない。黄金パターンです。あの、うん、そういったあの時代に翻弄された人々って、うん、今考えたら本当に改めてこういう時代に生きる方の気持ちはどういう気持ちなのか。そうですね、はい、あの最近あの今あのケーズシネマでやっているホーシャオシェン、うん、はいはいはい、あの大先生 の、 あの特集上映で、うん、あの本当に久しぶりに非常都市に見に行ったんです。非常上司、うん、非常上司もなるほどね、あの改めて台湾の方々がその時代に生きる方々よく行きましたなっていうことも今回の作品もあの、まあ、あの内容全然違うんですけど共感しまして通じますよ、はいはい、本当にね。そうですね。で、あの秘密警察いわばあの、ね、あれなんですね、シュタージ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 の話もあの中国に行った時にいろいろも聞きましたし、あ、そうですか、やっぱりあの実際文化大革命の時もこう、うん、似たような人が多い、あ、そうだ、ね、っていうことなので時期もまあ、うん、まあまあちょっと遅れてるけど実はまあ、ね、はい、近い時期にちょっとかぶってたりとかありますもんね、うん、これやっぱり人って本当に複雑だなと改めて思いました。思いますね、これね、はい、このやっぱグンダーマンさんのその複雑さ、はい、矛盾っていうのは非常にその興味深いもので、シュタージと理想主義のぶつかりとか、まあ、まさにそういうことです、ね、すごいですね、うん、まあ、ちょっとね、はい、細かく説明します。まあ、東ドイツシリーズっていうのはそのまさにソ連シリーズに準ずるものというか、そうです、ね、まあ、ほぼ同じ意味子シリーズです意味がね、はいはい、まあ、ほぼ同じに近く、でもまあやはり独特の歴史と事情、ね、まあ、政治性が潜んでる、はい、まあ、グンダーマンさんというのは、まあまあ、カリスマ的な人気ミュージシャンでありつつ普段は炭鉱で働いている、まあ、ガチの労働者でもあるっていうね、で、まあ、それが彼のアイデンティティや、まあ、表現者としての立ち位置を、まあ、深く関わってくる、まあ、非常にピュアで人間臭いワーキングクラスヒーローっていうね、はい、なんですよね。ところが、まあ、そんな彼がジョさんおっしゃったように、まあ、あの東西ドイツの統一前、1976年から84年までか、あのそのシュタージ秘密警察に、うん、まあ、非公式で協力していたと、まあ、偽名を使ってですけども、はい、これがまあタイトルにあるその裏切り者という、ね、はい、あの言葉の由来で、うん、まあ、そのシュタージっていうのをちょっと説明すると、まあ、東ドイツ の、 その国家体制が、まあ、自国民を監視する、まあ、取り締まるための、まあ、ね、組織というか、まあ、諜報機関ですよ ね、 ですね。なんか、まあ、そこに協力していたというのは、まあ、要はスパイであると、はい、うん、で、あの社会主義体制だったその東ドイツの当局に馴染まない問題人物とか、うん、その問題行動を、まあ、体制側に密告するというようなことをやられてたということなんですよね。怖いですね。なんかね、はい、覚えがやっぱりちょっとね体制の問題としてはね、はい、でもさ、さっきそのあのある画家 の、 あの監督さんと同じさ、あの長い名前の監督さんをちょっと、はい、あの出しといてくださいね、はいはい、覚えきれてないで、長いです。そう、あの良き人の、ね、良き人ためのそなたが下味映画でもね、はいはい、もうまさにあれは下味のエージェントを主人公にした映画で、まあでも時期的にも80年代の ね、 ね、あの割とその、直前に近い東ベルリンだよね、うん、あの壁が崩壊する、あれ傑作ですね、あれも素晴らしかった、はい、で、まあ、このなぜグンダーマンさんが、まあ、下味に協力していたかといえばボブ・ディランと言われてるのに、はい、それはまあその時彼は東ドイツを信じていたからですよね、はい、簡単に言うと、うん、彼はその映画の劇中でもありましたけど自分をその共産主義者だって言っていて、うん、まあ、誠実なコミュニストである、まあ、それが裏目に出るというか、特にそのベルリンの壁が崩れてからの時代はもう完全に裏返っちゃうわけですよね。だからその辺で言うとそのソ連シリーズで言えば、はい、あのジェーンの秘密にちょっと近くな近いです、ね、うん、あのスパイしてて、はい、当時はやっぱりその理想を信じていたが、ね、今は全く理解されなくなったっていう、うんうん、なんかやっぱ本当にそういうグンダーマンさんを通して東ドイツの社会的なそういう矛盾をもろに表現して、
分担しているんですね、その全体社会が。そう、だからそのなんかさ、その映画の中でもやっぱ描かれてたんですけど、そのグンターマンさん自身がそのピュアであるがゆえに、その政治的な立場としてはいろいろ混迷した感じがあるみたいで、あのドイツ社会主義統一党か、あの SED の党員になるっていうシーンもあるんだけども、うん、なんか後で除名されたりとかね、まっすぐであるし頑固であるがゆえに、こういろいろこうじゃないこうじゃないっていうのを繰り返すっていうところがあったっていうのは面白かったですね。そうですね、やっぱりあの時代が、うん、まあそれこそインターネットがないから、みんな信じる人が、ね、あそうだね、多い。だからあの今回のかなりやっぱり面白い演出だと思うのは、うん、あの演奏してる時に、うん、あの演出はよくそういう観客の顔を映るシーンが多いんです、その目が、うん、まさに群衆の目な顔もしているんですね。なるほどね、うん、ソ連シリーズソ連シリーズに通じるところもありましたな、はいはい、うん、群衆ドキュメンタリー、真剣にあの、うん、でもそのまあ言ったらね、あのレトとかでもレトだともう座ってたもんね、はい、あの、うん、東ドイツの方がその意味ではちょっとあのやっぱり緩いって大変だけど、うん、やや解放はされてるのかなと思います。まあ、やっぱり西ドイツがあるから、ね、結局そこよな、あの隣がすぐ西ドイツだからっていう、うん、近いからある影響がすごく強いんでしょうね、はい、そうだからさ、はい、これその音楽映画としても良かったと思う、はい、うん、やっぱりヒットするの分かりますもんね、はい、演奏シーンがすごく多いんですよ、劇中、うん、共感しやすいんですよね。そう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 、うん、だから、その特にね、自国民だとその、はい、よく知ってる、まあ、有名曲に合わせてこう感情が高揚する、まあその観客映してるっていうのもちょっとそこで同化作用があるっていうところがあるかもしれないですよね、うん、特にあの時代を経験した方は、ね、懐かしいっていうか、そう、あの中に俺がいたみたいなそう、観客席映ることによって、はい、そういうところもあると思うし、あとね、結構僕その音の鳴り方も良かったと思います。あの、はい、すごく生々しくライブ感のある作りで、うん、あとさ、あの映画の中頃なんですけど、うん、ボブ・ディラン出てきたような後ろ姿、もちろんその役者さんが演じてるキャラクターとしてなんですけども、後ろ姿でそのグンダーマンさんと喋ってるっていうね、うん、あのステージの舞台裏でっていうシーンがあって、ちょっと面白かったですよね。そう、面白かったですね。東ドイツに関心を持っている方もぜひ必見、もう必見必見、うん、まあ、普通に見ても ね、 そうですね、面白いし、はい、ここからなんかいろんなその政治的、うん、社会的な、これを見てからいろいろなんかもっと知りたいっていう、うん、それこそね、はい、ある画家に行ってもいいし、良き人のそのためのそなたにも行っていいしっていうね、はい、東ドイツシリーズを追っていただく、はい、入門編としても、まあ、見やすいし見やすいしな、はい、これ東ドイツシリーズ入門編として本当にいいかもしれないな、はいはい、勝手に言ってますけど、はい、ぜひご覧いただければと思います、はいはい、ではでは、そしてこの強力な2作品を退け、今週の第1位ということなんですけども、はい、はい、ロシア製のアニメーション「クー・キンザザ」でございます、はい、まあ1位ですよ ね、 ですね、これね、はい、ちょっとあのチラシ、うん、あ、チラシあります、ありました、はい、今回初めて、はい、これですね、これですよ、このね、なんかこの錆びた缶詰みたいな、うん、あの宇宙船、うん、いいっすよね、まあ、ソ連シリーズ、ソ連シリーズです、ね、というか、まあ、オリジナルがね、はい、旧ソ連時代の大人気カルト作で、あのジョさんもブルーレイ持ってるという、あ、ブルーレイ持ってます、あれ見た時は中国テレビで放送されたんです、え、そうなの、すごいですよね、テレビで放映されたの、いつぐらい、はいはい、あの多分私中学校の時ですね、え、じゃあ2000年ちょい、ちょいです、すごいね、うん、まあ、最初見た時何それと思ったんですけどまあでも見終わった時はすごく面白いなと思ったら、 あといろいろ資料を調べて、うん、こういう映画なんだ、実は中国国内でそれほど知られているっていうわけではないんです、まあ、日本国内でも知る人ぞ知るではあると思うけどね、でも日本今回、うん、新作っていうかもう2013年の作品なんですけど、はいはい、2013年、うん、調べたら日本国内はやっぱりあのオリジナル版 の、 あの不思議な不思議惑星金座座はものすごく評価高いっていうか、伝説の一本ですよね、だからさ、はい、あのね、ちょいちょいやるのよ、初公開は、91年
だったと思う、はい、僕大学の時だったけど、うん、ニュープリントで2001年の時にまたリバイバルされるでしょ、はい、で2017年であのデジタルリマスターで来る、はい、で4回目でしたふわーってこう襲来してくるの、てあのみんなが忘れそうになった頃に来るのよ、うん、金座さんこのね、はい、あの釣り鐘状の、あの宇宙船が、うん、でこれはそのジョーさんおっしゃったように、まあ、2013年の作品なんですけども、はい、この、 その実写カルト SF 映画不思議惑星金座座を27年の時を経てアニメーションとしてね、はい、作り直したものが、いよいよ日本襲来ということで、監督はでもオリジナル実写版と同じね、はい、あのゲオルギー・ダネリアさんとタチアナ・イリーナさんのコンビ でしかもあのダネリア監督は2019年に、まあ、88歳で、はい、あのお亡くなりになり、まあ、本作は遺作となった。はい、でこれもジョーさんどうご覧になりましたというか、どう見ましたかこれは、うん、いやもうあの伝説はまた再びアニメとして登場したなっていうことと、はい、やっぱりアニメならではの表現が、うん、この作品の中で、うん、あの実写と比べたらやっぱり面白いなと思って、そう、はいはい、ちょっとそこ言ってください。アニメだからこそそういう、うん、あの宇宙人がいろいろ表現できる、そうですね、うん、ともっとあのやっぱりアニメだから、あの実写だとどうしても限界がありますし、限界ありすぎたよね、はい、しかもあの時代だからいやまあさ、はいはい、だからそこ難しくて、うん、そうそう、あの社会主義体制ですね、あの時はまだ、いや完全にね、そうそう共産系、そう共産系 SF、 しかも、はい、あのローテク、はい、ローファイナーの、はい、SF 映画なんですけども、でもさあの、あの低予算で限界だらけのところから出てきた面白みっていうのもあったじゃん、うん、だから僕ちょっと不安だったのよ、そこがそのアニメで万能化されて解放されたら、うん、味がなくなったらどうしようと思ったんですけど、そうでもないね、なかった、はいはい、同じ、はい、同じで、しかも作り方も、作り方っていうかアニメの表現もかなりクラシック、クラシックですね、すごくクラシックで、うん、だからでももともとはさ、ジョーさんおっしゃったようにさ、はい、あの監督さんのビジョンとしてはこっちの方が近いんじゃない、近いです ね、 ね、多分いろいろ今日、うん、あの時多分できなかったことを今回でできたっていうことですよね、そう、はい、あのだから新解釈あなんですけども、ここに書いてあるように、うん、まあでも本当完全版っていう感じはしますよね、はい、そうですね、うん、あと話自体に関しては、うん、あのまあ、続編って言い方も書かれたところも海外で どこかで見たことあるんですけど、続編ではないんですね、続編じゃないよ、ね、あはい、リメイクでもないですね、リメイクでもないな、はいはい、なんていうの、まあ、新解釈とは書いてるけど、うん、もう一回やる、もう一回やったってこと、もう一回やったっていう感じですもう一回って感じよね、はい、なんかそのルールとかモチーフは同じで、はい、もう一個作りましたっていう感じよね、うん、でそこで感じたのは社会は本当に全然変わってないな、変わってないよね、うん、だからその言ったらさっきおっしゃったように、まあ、ソ連から、まあ、ロシア連邦に変わったんですけど、ね、うん、まあ、結局一緒じゃないのかっていうねはい、はい、だからそれって多分その90年代だったらまだ分からなかったことなんだけども、はい、そのこの空気は86年の、まあ冷戦期末期と、うん、まあ、2013年っていう時代で比べた時に、はい、うん、いや同じだよねってなった感じはあるよね、はい、うん、言ったらさ、あのこれそのタッチとしては優しいしほのぼのしてるし、うん、まあ、どっか癒し系だったり和み系だったり、キャラクターのデザインも癒しですよね、そうそうそう、なんか和む、心和む、可愛らしい感じなんですけども、うん、内容って結構ゴリゴリのディストピア風刺ものですもんね、はい、ソ連だから、うん、すごく風刺してるなって、めちゃめちゃしてるよ、プーチン大丈夫なのそうだよね、はい、だからもう言ったらさ、あの目をつけられておかしくないっていうところ、うん、まあこの愛嬌で乗り切ってるみたいな感じだと思うんですけども、はい、例えばその、言ったらさ、タルコフスキーとかが、うん、あの描いているソラリスとかストーカーとかは、はい、あのもうちょっとその、なんだろう、その風刺っていう面も含めて、うん、あのソ連っていうところ の、 その国家体制 の、 あ、 の、まあ、ある種のクエスチョンマークとぐーっと、まあ、後半に寄ってるんですけども、うん、これはなんかでも同じこと、同じではあるんだけども、はい、ちょっとそのずらしたというか、うん、うん、
見やすくなってる。見やすいんですよね。タルコスキーはハードル高いです。ハードル、そう、はい、いい意味でね、いい意味で高いんですけど、はい、こっちはいい意味で低い。だけど、もう何回でもこう見れる、リピーターが多いんじゃないかなと思いますよね。うんうん、だって日本4回上映なんですね、そうそう、今回は。癖になるって感じ、はい、僕も完全にそうですね。うん、1回目見た時よりも、うん、やっぱりちょっともう1回、なんか見たくなるっていう感じがすごくあって、うん、そこでしょうね、そのカルト化したっていう原因が。はい、まあ、だから例えばそのさっきその何だろう、その風刺ディストピアものっていうことでいうと、まあ、この惑星にはその、独自の、ね、社会制度や言語体系が敷かれていて、はい、まあ、中盤のチャトルパッツ号小辞典っていうのがテロップで出てくる、はい、まあ、実写にもね、はい、あるあれですけども、はい、この、宇宙人たちはまあ空っていう一言で、はい、この空がね、はい、空、大体の言葉を済ませてしまうんですけども、はい、まあ、他にその罵倒語は球とか、はい、宇宙船ペペラッツですよとかっていうのが出てくる、うん、だから池田明監督の生真面目学隊みたいに、はい、あの中でもう一つ設計しちゃってるんですよ、うん、世界、あの架空の世界ね、はい、宇宙っていうはい、あれで、でもそれはそのモスクワの街角からつながってるっていうところで、うん、かなりそういう意味では、グーワーの描き方としてはね、まあ、完全にグーワー性のある作品で、うん、そうそう、現代へのその、はい、批評的な視座を土台にして一つの世界像を、まあ、その上に打ち立てるっていう王道ですよね、はい、でその、まあ、2人がね、今回チェロ奏者のおっさんと、うん、DJ の若者、はい、前が建築技師と音大生だったんだけども、はい、うん、でその2人の、が人、あ、地球人が、はい、まあ、そこに飛ばされるわけなんですけども、でもなんかその、彼らの思考をトレースすることでロシア語を喋り出すとかね、はい、まあ、すごく頭のいい、うん、宇宙人だったりするんですけどね、まあ、そういう異文化交流が行われていくんですけども、うん、まあ、同時に階級制度もあって、はい、さっきチャトルパッツ語辞典って言いましたけども、うん、チャトル人っていうのが支配階級で、うん、パッツ人が非差別側で、まあ、完全に二分化構成されているっていうのもだんだん明らかになってくる。うん、ロシアはね、いまだにまだかなり階級とかは浸透してる方だと、うんうん、うちの国も。なんかあれ、その階級っていうのでも、ソ連じゃないわ、ロシアと中国だと、ざっくり言うとどういう感じ違いますか。中国は明確にしてないんですね。ロシアどうなのかちょっと言ってないからっていうか、暮らしてないからわからないですけど、でも中国ってやっぱりなんていうか、昔からずっとやっぱり大手がいる存在、うん、まあ、神みたいな感じがいるから、逆にいないと不安になっちゃう方が多いので、まあ悪いかどうかは別として、やっぱりもう当たり前ことにやってるんですね、うんうん、そういう偉い人に対するそういう階級意識が、うんうん、そこどうなる、まあ、いいことも、まあ、あるはありますし、うんうん、コロナは解決しましたし、うんうん、ただ悪い面も必ず存在しているから。そうだね、うんうん、でロシアってことでいうと、はい、そのロシアの階級制度意識っていうと、やっぱりちょっとヨーロッパに近いっていうことじゃない、ヨーロッパに近いと思います ね、うん、ね、あの感じをそのまま引きずってて、うん、そこは中国との差になってるのかもしれないよ、ね、そうですね、うん、まあ、それだけ今見えないけどね、あそこの国の事情はね、いろいろと、でも結局中国毛沢東時代も最初からやっぱりいろいろスターリンから学んだりとかは、うん、だからその意味で言うと、はい、ソ連っていうのが最初 その社会主義国家だから、はい、あそこをロールモデルにして毛沢東がっていう流れあるん、ね、はい、そうで、毛沢東はそれソ連のもの、まあまあ、ソ連のそういう社会情報を吸収しながら中国的なものも入れて、うん、今中国的な、ね、中華人民共和国ができたっていう的なものができたっていう流れがありますよね。そうですね、はい、だからその意味でこのソ連っていうのは面白いという、面白いですね、うん、多分何百年後の歴史の教科書の中でもかなり面白い存在だと思います、ね、やっぱりね、その20世紀にできたロシア革命で立ち上がったソ連っていうのがやっぱりかなり特殊な国家体制であったっていう、はい、で、まあ、それをまあ、いろいろありつつも、まあ、中国が引き継いだりとか、東ドイツもその中にいたりとかっていう流れがあって、まあ、その中でね、うん、こういう不思議惑星金座だや空金座だという、はい、まあ、変な戦い方も、はい、
あるという、うん、こういう作品も生まれてくるっていう、あの、うん、普通のエンターテインメントとしても楽しめることができますし、うん、あのいろいろ考えたい方もそうです、ね、うん、ぜひこの作品を通して多分いろんな発想ができると思う。いや本当そうですね、はい、あの掘っていけばね、はいろいろ見えてくるという、はい、あのまあ、スルメ型といいますか、本当素晴らしい作品で、はい、もう一個ね金座シリーズが増えたのは、はい、まあ、非常に喜ばしいことですね、はい、これはもうぜひご覧いただければと思います。はい、はい、まあ駆け足でいきましたが、はい、これだけこんな感じですよね。そうですね、はい、まあ、あともあのいい作品はたくさんあったんですが、はい、まあやっぱりまあ2人で厳選して、はい、この特に3作ということで、はい、おすすめさせていただきたいなと思います、はい、では今回は以上ということで、はい、皆様今週も良きシネマライフをお送りください。また来週どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。